はい、メダ家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。島根ワイナリーのイベント終わりました。無事に終わりました。なかなか大盛況でね、はい、今ちょっとヒューマノイドが、あ、お疲れ様です。ご苦労様です。ヒューマノイドどうだった？いや、あら、雲行きがどうなの？怪しいかも。こんな感じ。あー、いい感じですね。どうだった星高くん？どうですか？まず楽しかったです。ちょっと楽しかったって、なんかちょっと楽しければいいみたいな。楽しければいいです、ね、ちょっとあれ、ミルマスカラスみたいな、なんか、はい、来たんですか？はい、来たんです。どうでした今日？いや、楽しかったです。本当？うん、楽しかった。楽しかった。嬉しかった。結構しんちゃんファン多かったね。あ、いや、結構来ていただいて、ね、本当にありがとうございます。よかったじゃん。はい、ヒューマ君にいじられたの今日は。あ、ヒューマ君にこいつ字って言われました。こいつ字、うん、しんちゃんは字、お尻押さえてられたんで、字じゃないかって言われた。お尻押さえたの、うん、なんどうしたの？字じゃない、字に、あ、でも狙われたの。誰かにあったけど、なんかケツに詰まってるんかな。ケツに詰まった。はい、二十歳そこそこの子がさ、30超えた、ね、おっちゃんに、おっちゃんになんだかんだ言いますよ、これ、うん、これ叩かれますよ。叩かれる、叩かれたらしんちゃんに全部叩かれましたって。誰に言うの？え、しんちゃんに言うの？しんちゃん言うの？俺にとって何もしないよそんな、いじめられない。でも、まあ、よかった。今日は楽しかったです、皆さんとね。じゃあ明日もしんちゃんワイナリーで頑張って一人もう俺たち出ないけど、明日は一人で。なんですけど、お仕事あるの？明日お仕事あります。本当に？うん、もちろんです。もう来なくていいって会社が言ってたよ。嘘、本当？ちょっと待って退職届俺代わり出しとくわ。いやしなくていいの？いつまでそんなそんな、またわざとって、めちゃめちゃ俺めんどくさいなと思いながらやるの、それ。いや、全然いいの？出さなくて。まだ大丈夫ですよ。まだ全然本当？続けさせてください。メダカも会社も続けさせてください。もう退職してよ、もう今の会社やめてよ、もう。3度目になります？3度目？あれ？いや、何3度目って？行って帰ってだね。今行って帰っただけ。行って帰ったの？今行って帰った。行って帰れた？行って帰らせてもらえたんですよ。本当ありがたい会社です。スパイがいたっていう話だけどね。あ、いや、前の会社に。ありがたい、ね、ありがたい上司の方がおられて、本当にありがたいです。本当にありがたいです。面白いね。まあ、そういう、はい、しんちゃんのね、ところを全部ね、バッサリカットするんですけどね。はい、はい、今まで喋ったの今まで一生懸命喋ったんだけどもね、カットしようかなと今思っている所存です。はい、はい、星高くんがなんかうんってうなずいてたけど、しんちゃんも動き出しました。みんな、すがすがしい顔になってるね本当？本当ですか？本当かな。まあ、さっき結構突風がね吹いてきたんだけど、はい、うん、離岸流のこととかちょっと心配だから早く帰りたいんだ。そうですね、滝の方は。ちょっとあれ、ゼロメダカさん、もう帰るね。悪いな。何あれ、あのなんかピタッとしたピッチリズボンで、なんだろうな、あれがまた脱がしてやろうか。いや、エッチじゃない。なんかあれ、社交辞令。嘘だよ、あれ絶対。で、隣のしんちゃんはケツやっぱ字があるみたいで、最初ポンポンしてます。本当だね。リンも押さえとらないんで、押す字ですよ。あ、字かな。さあ、帰りたいけど、まだ4分しか喋ってないから。何分動画になる？ 8 分ぐらい喋りたいんだけどな。なんかないかな。まあ、いっか。もう終わるか。いいですね。最後、車に積むだけです、あと、ああやって。今日なんか、星高くんは軽トラで来たみたいだな。違うな。違うんだ。ごつまで大変ですよね、軽トラ。いいんじゃない、別にも。あれで。盗んで。ひどいね。いやー、まあ暑かったね、2日間。暑かったですね、朝から。暑い感じだったけど。なんかしんちゃん湯だったらしいですよ。メダカな。メダカが。はあ。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。いやいや、もうみんながこうやってね、ペコペコ、年下のヒューマ君に、あ、僕じゃないですよ、みんな頭を下げに来るんですよ。いやいやいや、怖い世界ですね。やめてください、動画流さないでください。怖い世界ですね。俺がやべえやつみたいな。あ、スーポンじゃん。
あ、スーポン来ました。スーポン来た。ダメですよ、かわいい。モザイクですよ。モザイクになってる今もうほら。本当ですか。今日あの耳連れてきてます。取るな。あ、カットしないよもうこれ。スーポン来た。スーポン、ヒューマ君のね、なの妻なんですよ。いや、まだ妻じゃないです。いやって、まだ妻じゃないです。妻になる。妻になりかけた。なりかけて。なりかけて、まだどうなるか分からない、うん。まだ分からんの。はい。分からんのまだ。もう結婚するでしょ。しますよ。ねまだ。もう今これ YouTube で流したから、祝いが来ます、ね。変なメールとか来ないかな。DM が。いやあのヒューマ君。女性の方はこちらまで。ヒューマ君付き合ってとかそういうメールが来ないように今やっとけ。そのメール来たことないの？一回もないです。本当に？はあ。たくさんあるんですか？ちょっと言えれんな。若い時に。いやいや若いとこ関係ない。今終わるんですか？誰だと思ってんの？たくさんあるんですよ。いや違いますけど、ね。何がやっぱここが違う。腕が。ここの。ね、こことここが違いますね。何が？いやそれ学校でしょ。違います。腕と顔が違います、ね。顔はそんなもうダメだよ。何ですかダメって？全然もうダメ。しんちゃんどこ行くのあれ？あまたタバコ吸う。タバコばっかりなんか。今日店番しましたよ俺。タバコのあれで？はあ。ひどいね。そうバイト代もらわんといけないですよ。カメラがやっぱすごい綺麗に映る。ほら。え違うんですか？そうなの。あ、いいやつだ。しかも3つのカメラ、3つのやつ。14、2つ2つ、私も14です。あ、14なんか酔って買ってます、ね、でも2つプロじゃない。酔ってないです。酒に酔いながらその日に買ってます。どういうことそれ。本当っすよ。酔いの勢いで。いや、友達と4人で、ね、食べとってご飯自分買っちゃえよみたいな。いや、自分で買うはつ。あ、自分で買うはつ。口だけ200だ。そうか。いやどうだったの結局今日はいい感じ。いやーよくはない、ね、何渋かったの。渋かったっすよ。いやこういう時はよかったって言われた。ダメ、よかったって。いやーよかったっすわ。よかった、めっちゃよかったっすわ。本当。いやーよかったっすわ。面白いねって言いたいっすね。面白いね。さあ帰ろっか。やりますかね。あとね、あと15秒なんとかして。15秒、もうちょい8分になるっけ。多分たくさんあのしんちゃんにあの最後のドエ下でピヨヨンでタバコ吸ってるから。いやこれはスーポン出る。出てないです。事務所に出ている。いや事務所なんかねえだろ。事務所が許さんて。さすがだねやっぱ。違いますよ。違いますね。8分過ぎたんで、じゃあもうそろそろ。そうですよ。いい女は違いますけん。いい女は違うって。自分いい女だって。いい女だって。しっかりガッツリ流すんですか全部。カットなし。もうカットなしでいくよ。やめてください。いや、やめないよ。モザイクですか。10万ちょうだい。じゃあやめてください。口止め料みたいな。モザイクじゃあ1000円でこの辺かけるわ。モザイク。あ、じゃあもうなしでいいですよ。いやだって映ってないもん、うん、あ、本当ですか。声だけでも来てスズポンなんで、ね、いや全然わかんないこんな距離じゃ。ほら、あ、本当ですね。大丈夫、分からんでしょ。いや、なんか美人の顔が映るといけんって、多分怒りますよ。雰囲気美人なの。雰囲気美人なの。まあ、後で揉めてください。いや、じゃあこの辺でドローンします。メダ家族ドベスタピオヨン。はい。